総集先進館学園番宣人ステラワーズ特典ドラマ CD、 みんなに愛されちゃう CD。 まったくあいつはまだ寝ているのか。いつまで経っても俺がいないとダメだ。モーニングコールをするのもいつの間にか習慣になっちまった。そういうところもまあ可愛いわけだが。おはよう。目が覚めたか。もう朝だぞ。ああそうだ、俺だよ、ヨシアだ。まだ寝ぼけてるな。今日は午前中から予定があるって言ってただろ。そんなこと言ったっけ。自分が喋ったこと忘れたのか。俺ははっきり覚えてるぞ。早めに家を出る準備がしたいって言うから、いつもより早くかけたのに。そうだよ。だからもう起きよう。顔を洗えば目が覚めるさ。にしてもなんだか声が遠いな。いや、そっちの声が妙にくぐもってる感じだ。俺の声はちゃんと聞こえてるか？なんだろう、よくわからないけど、いつもと比べて違和感が。おい、大丈夫か？今妙な物音がしたぞ。もしかしてそばに誰かいる？疑ってるわけではないが、普段と様子が違うからちょっと変な方向で考えてしまった。よし、そろそろ目は覚めたみたいだな。そうだ、今日はアルバイトもないし、学校が終わったらそっちに寄ろうと。ん？おお、ええ女じゃのう。お前にはもったいないわい。カルマ？おお、とも、けなげに話しておったもんでの、つい携帯を取り上げてしまったけんど、おんのいたずら心じゃ、許せ。そんなことはどうでもいい。どうしてお前がそこにいるんだ。相変わらず鈍感じゃの。男が女の部屋にいる理由なんて、いつの時代も変わるもんじゃなかろうよ。貴様、抜け抜けとよくも。なんじゃ、ここにいる女はお前の持ち物なんか。そんなつもりはない。だが俺の恋人だ。つまらん物言いじゃの。そこで自分の所有物と言い切れないところがお前の限界じゃ。ほら、もっとこっちに寄れ。恋人の声が聞けるぞ。貴様、指一本触るんじゃない。すぐに駆けつけてやる。こりゃ楽しいもんが見れそうじゃ。首を洗って待っておるでの。待ってろよ。すまん、きっと俺のせいだ。寂しくさせまいと努力してるつもりだったが、それも自己満足に過ぎなかった。朝だって電話かけるくらい本当は手間でも何でもない。それなのに俺はぶつくさ言って。すまない、もっとお前のことを見ていれば。おい、大丈夫か？あいつに何もされなかったか？ああ、謝ることなんて何もない。今はただ、抱きしめさせてくれ。もちろんだ。何とも思ってないよ。お前を責めるなんて、そんなつもりはないから。それよりも、どうしてあいつが部屋にいたのか教えてくれるか？神出鬼没な奴だが、まさかお前に接触してこようとは。なるほど。
起きたらいつの間にか部屋に不審者がいて、お前の電話を。けど手遅れにならなくてよかった。それでカルマのやつは、あの電話の後すぐに出て行ったわけか。わかった。これ以上あいつに構っていても仕方ない。そんなことよりも戸締まりはちゃんとしような。バカ、何を言ってるんだ。二人で住むなんて、俺はまだ学生だし。いや、でもお前の言う通り、そっちの方がいいのかもしれない。何があってもいつでも俺がそばにいられればいいわけだし。うん、細かいことはゆっくり決めていこう。それより朝ごはんはまだ食べていないんだろ。わかった、俺が買ってくるよ。ついでにスイーツもな。走ってきたばかりなんて気にするな。これでも鍛えてるんだ。それよりも戸締まりを忘れるなよ。あ、それじゃあ行ってくる。すぐ戻るよ。ようやく言ったか、愚足めが。なんだその顔は。何を驚いている。愚足の恋人だから気にするのは当たり前だろう。俺がこうして見定めにやってきたのだ。少しはありがたい顔をしろ。しかしな、あいつには少々過ぎた女のようだ。何を後ずさりしている。もしかして怯えているのか。そう警戒するな。何も取って食おうというわけではない。壁ドン、なんだそれは。こうでもしないとお前が逃げてしまうだろう。一つ聞いておこう。愚足とは未来を誓い合った仲なのか。あんな軟弱者と二人になったところで何を手に入れられるというのか。悪いことは言わん。いっそのこと柊の家へ。妙な胸騒ぎがするから戻ってみれば。どうしてお前までもがこんなところにいるんだよ。チッ、ここまでか。答えろ。どういうつもりでこの部屋にいる。貴様のような出来損ないに答える言葉などない。しかしいいか、忘れるなよ。どうしても愚足に嫁ぐというのならば、それはそれで構わん。一体何を言って。黙れ。俺は貴様と話すつもりはない。しかしそこの女には言い残したことがある。愚足の伴侶になるということは、つまり柊家に入ることだ。お前は柊家のものになる。すなわち俺のものなのだ。この運命逃れられると思うなよ。貴様。面倒になりそうだ。この場からは立ち去ってやる。せいぜい今のうちに甘ったるく儚き時を過ごしておくことだな。今日はなんて日だ。いや、お前に怒ってるんじゃないよ。勝手にあいつらがやってきてるんだ。むしろ被害者だろ。俺はお前のことを疑ったりはしない。信じているよ。そうだな。俺も朝から疲れちまった。寝直すのもいいかもしれない。たまにはいいだろ。こんなことがあったんだし、今日くらいは普
二人でこのまま寝るのも、先に寝ていい。ずっと隣にいるよ。すべて見ていた。素晴らしい愛だ。俺が誰で、どこから語りかけているかなど気にするな。お前は多くの男たちに愛されている。それでいい。素晴らしい愛を向けられるということ。それはつまり、お前が素晴らしい女であるということの証明であり、真理なのだ。無論、俺もそう思っている。お前は素晴らしい。困る。馬鹿を言え。このような状況だからこそ、女は輝くというもの。俺を入れれば、派手な互角関係だ。修羅場であるぞ。だからこそ、お前の勇気を見せてくれ。目を覚ましたら、お前の世界は変わっているだろう。これは夢だが、夢ではないのだ。さあ、お前は誰を選ぶ？